はい、タイバームクーヘンです。ただいまですね、世田谷区の、祖師ヶ谷住宅に来ております。ここもですね、都営住宅になりますので、今日じっくりとですね、散策したいと思います。これ12号館ですね。ちょっとね、すさまじくですね、多分36ぐらいあるので、まあ基本大スペクタクルになる可能性が極めて高いので、ちょっとじっくりとですね、皆さんに見せていきたいと思います。祖師ヶ谷住宅はですね、激渋な空間になってますね。まあちょっとですね、これはもう初っ端なんで、ちょっとですね、これを基本的に順番には回れないんで、順不動になるかと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ順不動になるという形だけお伝えしておきます。うわ、いいですね。13号館。こちらが13号館。まあ、ちょっとですね、遠目から行きます。ちょっと行きましょうか。よし。カラスがすごいですね。近くにサミットがあるんで、サミットにとりあえずは駐車してきました。あとでちょっと何かをね、買って帰りたいと思いますけども。これは結構ね、大スペクタクルになると思います。いいな雰囲気が。これですね、トンネルズのですね、木梨憲武さんのですね、ご実家がですね、ある近くにあるんですよね。木梨サイクルとかいうですね、ちょっとGoogle にもしっかり載ってるぐらい有名だったんで、ちょっと行きたいと思いますけども。まあ、ちょっとこっちに行きまして、13、14みたいな感じですね、なってますけども、ちょっと行きましょうか。久しぶりだな、私散策するの。あ、こっちがもう懐かしい感じですね。これあそこにいてるな、青山北町アパートに似てるな、雰囲気が。青山北町アパートに結構雰囲気は似てますね。行きましょうか。行きましょう。こういう雰囲気ですよ、皆さん。見えます？これ15号館ですね。まあ、ちょっと、これはですね、祖師ヶ谷住宅ですね。ここですね、給水塔がね、ありますからね。ちょっとお楽しみ、私もね、楽しみにしてますけども。こういう感じですからね。いい感じ。こんな感じですね。ちょっと行きましょう。まあ、こういうところはもうね、もうどん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 ですね、建て替えられてしまいますので、今のうちにですね、ぐるっと回っておかないと。ずっとですね、早く着いたんだけど、駐車場が開かなくてずっと待ってたんですよ。ただですね、止められた疑いがあるんですよね。全然普通に、まさかの失敗の巻だった可能性が。これ13号館ですね。で、ここはこういう感じでちょっと回ってですね、まあぐるっと回っていきますよ。あ、そこからまあ回りましょう。もう
さっきのとこだな、これ15か。10号館ですね。まあこう行こう。10号館からのこう行きましょう。これも雰囲気的にはね、赤羽のあそこの霧ヶ丘に雰囲気は似てますね。やっぱ今日ですね、3月ですけど寒いですね。多分これ動画を投稿する頃はもしかしたら多分何月ぐらいになるんだろう。4月ぐらいになるのかな。どこに給水塔があるんだろうね。ちょっと楽しみですけど、これ7号館ですね。7号館ちょっと行きましょう。このパイプが渋いですね。パイプがやっぱり皆さんですね、このカメラで撮るとですね、どうしても平面になっちゃうので、なんだろう、皆さんもですね、散歩がてらですね、いろいろなんだろう、回ってみるのもいいと思いますよ。あの普通のですね、住宅、足立区の住宅と全然違いますんでね、あの団地の形がですね。なんでまあちょっと時間がある方はですね、皆さん忙しいと思いますけども、私みたいに暇人な人なんてそんな滅多にいないですけどね、まあぜひですね、時間がある方はちょっと見に来てもいいとかなと思いますよ。全然いいかなと思います。これ公園ですね、皆さん、公園です。一回でかくしましてですね、大スペクタクルのこんな感じなんで、ちょっと回します。これ結構一望できるところですね、公園の真ん中なんで。ちょっと木があるんでね、ちょっと全部が木で隠れちゃいますけども、でも雰囲気が皆さん伝わると思います。この回ってですね、一周したところですね、こんな感じです。はい。じゃあ行きますかね。15号館と17号館とありますね。はい、行きましょう。どこにあるんだろうね、給水塔は。ちょっと結構、場所的に どこに現れるのか。わあ、綺麗だな、梅が。これなんかすごい綺麗ですよ、これ梅の勾配が。
祖師ヶ谷ウルトラマン、ウルトラマンのなんだろう、すごい有名なとこみたいですからね。祖師ヶ谷2丁目、お、出た、ズドーン、給水塔発見。まあちょっと皆さんまだですね、ちょっとこれはちょっと序の口なんで、ちょっと後でですね、ザッターンとですね、給水とかもう鎮座しましたんで、ちょっとこれが給水塔です。まあちょっとこっち行きましょう。これ19号館わあ、これは見晴らしのいい給水塔が現れたぞ。ずったーんとですね、わ、これもすごいな、なんか違うな、これもう、これは廊下が覆われてますね、違う雰囲気違いますよね。なんだこれ、いい感じですね、雰囲気が全然違う。こういう感じですね。あとちょっと、もともとなんか商店があったのかな。これは掲示板か。これ19号館ですね。こう掲示板と19号館。ちょっとまっすぐ行きましょうか。まっすぐ行きまして。4号館とかちょっとありますけども、ちょっとね、公園がありますけど、まあ春く言うとね、結構緑が綺麗じゃないですかね、多分。ちょっとね、全部が多分ちょっともしかしたらちょっと映ってないかもしれないんで、その時はちょっとご了承いただきたいと思いますけども、祖師ヶ谷住宅ですね。まあ、こっちか、こっち行きまして、ちょっとまっすぐ行きましょう。でも全然雰囲気が違いますね、足立区とは。こういう形は足立区がないですね。ちょっとやっぱり地域によって違うんですね、その作りが。いい感じの、まあ木がねあるんで、どうしてもちょっと全部あれですね、綺麗に撮るのは難しいんですけども、でもすごいな、圧巻ですね、圧の巻ですよ。これ5号館、5号館ですね。そこ3号館、4号館と失礼しますけども、わあ、いいですね。はい、ちょっと行きましょうか。ロゴッツ、まあ素晴らしい、素晴らしいです。このなんか自然が豊かってイメージですね。なんか芝生じゃないんですけど、苔がなんとも見えないですね、この地面の。多分苔だと思うんですけどね。4号館もいい感じですね、この渋さが。1,2,3,4 階建てですかね。4階建てがちょっと主流。
いい感じのフォルムですけども、そこの給水塔が何とも言えないな。やっぱおあっ、この給水塔が何とも言えませんね。19号か。じゃーん。19号館がありますから、ちょっとこっちですね。みんな結構自主的に掃除されてるのかな。よいしょ。あ、30何号館とかちょっとまだね見ますから。住んでないのも住宅もいっぱいありますね。祖師ヶ谷はなんかウルトラマンの発祥の地というかですね、あれみたいなんで、ちょっといろいろですねウルトラマンの映像がいっぱいあるんで、後でね撮っていきたいと思いますけども、ちょっとですねこれお見せしますけども、祖師ヶ谷住宅ですね。こんな感じです。いろいろ回ってきましたけども、給水塔がどこだろうな。こっちとこっちと2種類に分かれてますね、祖師ヶ谷住宅。ちょっと行きましょうか。欅ロード祖師ヶ谷ちょっと行きましょうかね。新島水産が入ってきましたね。1号館です。ここはずだーん。
の20号館ざーっと向こうにですねあるんですけども、21号館ですね。ちょっと一旦切らさせてもらいます。これがですね、祖師ヶ谷住宅案内図ですね。東京都住宅供給公社ですね。こんな感じです。はい、もう鎮座してるのはですね、皆さんもう何回もチラッチラッとは見えたと思いますけども、これがですね、太いですね。この給水塔ですね、青い感じですね、ペインティングですね、青い感じでそびえてる給水塔ですね。ちょっと一旦待ってくださいね。これが、はい、ズダーン、ちょっと一旦切ります。はい、じゃあ給水塔行きましょう。祖師ヶ谷住宅ですね。この給水塔もね、いずれ大倉団地の給水塔はね、なくなっちゃったんですよね。同じ世田谷区なんですけどね、なくなっちゃったんで、これは今ぜひですね、来られてよかったです。これ開けたところですね。ここは開けたところですね。最近はちょっと寒い日が多いですね。ちょっとこういう感じですね。なんかこれはさっきのところとちょっと違いますね、雰囲気が。こちら梅の花かな。23度こういう感じですね。ちょっと全部はスペクタクルっていう感じですね。全部が全部ちょっと撮れないと思うんで、ちょっとご了承いただきたいと思いますけども、こっちの方はね、新しいのかな。26号館全部が全部ちょっと申し訳ないけど取れないかもしれないので、ご了承いただければと思いますけど、こういう感じですね。ちょっとこっち行きましょうか。もう本当に今でしかちょっと見ることができないですね、団地ですけども、37号棟ですね。ざっと竹藪がここにありますね。渋い。あ、もうこれ打ち付けてありますんでね、もうこれ住んでないですね、誰も。もういなくなって、ここはもういなくなっちゃってますね。こんな感じでもう
なんだろう、ちょっとこういうふうに見せますけども、もう誰も入れないようになってますね。この駐輪場もこんな感じで全部入れられないようになってます。もう取り壊しですね、ここは。取り壊して新しくするんですか、わからないですけども、なんか綺麗になってるから、まだ詰めそうな感じですけどね。でも全部もう、なんだろう、ないですね。37号館とかも全然、完全にもう封鎖されてますね。こちらも一緒ですね。こちらももう封鎖されてますね。完全に入れなくなってます。36号館、まあ、ちょっと行きますか。もう入れなくなってます。36号館と35号館、これ35ですね。ここ35でもう全部なくなっちゃってますね。まあ残念しか言いようがないですね。ちょっとわかんないですけどね、ちょっとわかんないですけども、もう住まないのか改装するのか、ちょっとはっきりはちょっとわからないですけども、ちょっとね、入れなくはなってます。入れなくはなってますね。35号館ですね。35号館、ちょっとここからちょっと眺めますか。ひー、時計もちゃんとね、ちょっと一周しますか。こういう感じで2階建てのね、アパートみたいな、昔住んでたようなアパートみたいなのもありますね。まあこういう感じですね。あれ、でもこの33号棟はなんかあれだな、もうタンス、なんか家財道具みたいのか、家財道具じゃねえか、なんか置いてありますね。こう粗大ごみなのかわかんないですけども、ガス代もありますね。もう住んでらっしゃらないですかね。現地相談所 JKK 東京住宅供給公社ですね。東京住宅供給公社でございます。下高井戸、34号館ね。そこのやっぱり
こういう感じですけども、やっぱりね、もうないですね。あのそこら辺はずみんなもう退去されてますね。これ32号館ですね。みんなもう退去されてますね。でもなんか雰囲気は本当にあの北青山北町アパート、あそこですね、青山のところの団地の雰囲気は似てますね。本当こういう感じでもう全部入り口が閉まってます。これ31号館ですね。ここ31号館29号館。うん、いいですね。これは30号館。これまだね、30号館はなんかまだ封鎖されてないです。お住まいですね、多分。で、そこ29号館も多分住んでらっしゃるんですかな。まあ、ここ29号館はまだお住まいみたいですね。まだ玄関が封鎖されてない状態です。やっぱりあっちからだな。ここ28号館はですね、2階建てですね。これちょっと公園から水筒がですね、完全と見えます。ここら辺ね、木がね、街路樹がしっかりね植わってるんで、なかなかダダーンとちょっと厳しいか。これが5ですね。これ28号館と、でそこは27号館ですね。で28号館こうです。まあちょっとこれね、ほんと平屋ですからね。平屋じゃない、2階建て、結構珍しいですよね。レアな気がします。28号館2階建てでも、こっちもいいですね。これ給水塔が後方に畳んでる雰囲気、これいいですね。うわ、しっぶ、この28号館しっぶ、かっこいいっていうかですね、こういうの見たことないです、皆さん。これはね、見たことない形状ですね。階段がこういう感じになってるの、皆さん見たことあります？これはおしゃれな、なんだろう、形状ですね。完璧に。何このおしゃれさ。これ表現がしづらいですけど、どれがサムネで、これはいいな。これサムネにしたいぐらいですね。まあ、給水塔が一番大候補なんですけど、これはすごいかっこいい建物だな。28号館かっこよすぎでしょ。あ、びっくりした。もうお住まいじゃなさそうな雰囲気ですね。まだまだ
ょっとわかんないので、ちょっとあんまりギョロギョロはできないですけども、まあ、こういう感じですね。こういう感じです。って感じですけども。あ、で、ちょっとあっちです、行くのが。もう相当スペクタクルにはなってると思いますけどね。スペクタクルは私の定義としては30分以上のことを言います。この建物はねめちゃくちゃかっこいいですね。28号館もうこの階段がまさにいいですもん。何回も見ても見とれますね、この設計。誰が考えたんだろうこれ。ちょっとね、溝があるから気づかないんですよね、私のこの左側。うわ、かっこいい。で、そっちに給水塔ですから、ズドーンとですね。はい、じゃあちょっとこっち行って、もうそろそろエンディング迎えるところだと思いますけども、ちょっと本当ですね、これは祖師ヶ谷住宅とですね、都営住宅参りましたけども、でもちょっとですね、もう37、36、35とかですね、そこら辺はもうみんなもう退去されてますので、もう住民の方は誰もいらっしゃらない状態ですね。こっちの方はまだちょっとですね、まあ、人の住んでる形跡というか、なんだろう、そういう雰囲気は見えるので、ここら辺は30、29、30、31、ここら辺は多分まだお住まいだと思います。こっち行けますか。はい、32、30、32ですね。じゃあちょっとここでエンディングにしますか。32もちょっとあれなので、ちょっと最後にちょっと公園のところでエンディングにしましょう。給水塔も見えるし、はい、祖師ヶ谷2丁目ですね。はい、もう37、36、35とかですね、そこら辺に関しては、これ31もそうですね、31、32、33、34、35と、そこら辺はもうですね、もう誰もお住まいじゃなくなりました。はい、じゃあこの公園でエンディングを迎えましょう。はい、エンディングはやっぱり給水塔ですね。ちょっと皆さんですね、これはもう 0.5 倍にしてるんで、最後はね、巨大化してちょっと終了したいと思います。一番目視で見えるところで終わりたいんですけども、あ、ここがいいかな。27号館のところですね。はい、ではこんな感じで後方に佇む27号館の後方に佇む給水塔ですね。はい、
祖師ヶ谷住宅お送りしました。どうもありがとうございます。この感じはですね、ちょっとこれ残したかったんで、公園のですねところからのぐるっと一周パターンの大通りから近い方ですね。これこんな感じです。